では、バックサイド180のハウトゥーをやっていきたいと思います。で、バックサイド180いただいたんですけど、そのいただいた質問によると、バックサイド180をすると、板が離れちゃうっていう風にいただきました。まあ、動画送ってもらって見たんですけども、まあ、叩き足をちょっとしゃくりながら、プラス体が折れながらやっちゃってたんですね。なので、まあ、ちょっと僕流のバックサイド180をこれから説明していこうと思います。まずスタンスなんですけど、普段の僕のオリースタンスは、こういう、まあ、テールもビスとビスの間叩いて、こっちの足も、まあ、つま先出ないぐらいにしてやってます。ただバックサイド180の時は前足を少し引いて、プラス後ろ足も少しだけ前に出している状態ですね。でこの理由っていうのが、バックサイド180ってこうやって回すと思うんだけど、オーリーして回すんじゃなく、オーリーしながらちょっとこういう風にで、ピークで90、下に降りるときに90みたいな感覚でやるんだけど、この時に足がこっちにあるとこうやって擦っちゃってうまく擦れないという。なんで僕は前足を少しこっちにしてこう擦っていくとちょうどいいところに当たる、オーリーみたいに上げれるっていうところが僕はこの辺なので、この辺にしてます。でプラステールの足もオーリー足でもいいんだけど、ちょっと楽をするために少しだけ前にして、叩くときにちょっとだけこういう風になる、少しだけこっちに、でこっちでするから板がこういうフラットになる。ジョリッとはしないけど、まあ叩いて、まあ、感覚はオーリーとほぼ一緒なんで、あんまり差はないんだけど、少し気持ち的に少しだけこっちに叩けて、ですり足でフラットに持ってくっていう感じでやってます。最初バックサイド180するときって、まあ、板が回らないとか背中に引っ張られちゃう、あと何があるかな、板が前に行っちゃう、あと板が背中に飛んでっちゃうかの4つが結構ある失敗かなと思ってて、まあ、ちょっとその失敗例を1個ずつ紹介し説明していこうかなと思うんだけど、簡単にまず板がこう回ってこっちに行っちゃう人、これは後ろ足を気にしなすぎかな。で前足だけでもスッて持ってこうとしてるから板がどっか行っちゃう。むしろ前足だけでやろうとしちゃうと軸がボードの真ん中じゃなくなっちゃうんで、イメージはしっかりとボードを、ま、この真ん中ぐらいで回してあげるような感じでやるといいので、まあ、ちょっと足すり足を使いすぎて板がどっかに、まあ、斜め前とかに行きすぎちゃってるのかなと思います。
次に、背中に飛んでっちゃう板が。で、背中に板が飛んでっちゃう人はだいたいちょっとしゃくり叩きとかが多かったり、しゃくって叩いちゃうから背中に行っちゃったり、あとは飛んだ時に伸び上がった時に背中にこう反っちゃうから背中に飛んでっちゃう、自分が背中に行っちゃう、板は前に置いてっちゃう感じになる人が多いかなと思います。まあこの解説も後でちゃんとしていくんだけど、あと腰が折れちゃう、腰が折れちゃって板が背中に飛んじゃうって人もいるか。まあちょっと今考えつく失敗例としてはこれぐらいなんだけども、ここいろんなところを意識すると飛べると思うんで、バックサイド180の解説を細かくやっていこうと思います。で、まずバックサイド180は僕の中でオーリーとちょっと違って、オーリーなんだけども背中側に回るような感触があるから、背中側に引っ張られないように少しだけ飛ぶ瞬間に猫背みたいなイメージでやってます。あんまり伸び上がりすぎちゃうと背中に引っ張られちゃうから、ちゃんとまっすぐしゃがんどくんだけど、飛んでる時に上半身をかぶしとくようなイメージでやってます。でプラス上半身はしっかりこの腕をつけてあげる、飛ぶ瞬間に。このタイミングはあのオーリーの伸び上がるタイミングと一緒で、オーリーで伸び上がるときにヒュッてやるのをバックサイド180だけはヒュッと回してあげる。テール叩いて、このノーズの足をズズズズズってこのまっすぐ吸ってる感じはするんだけど、この時にイメージはピークまでに90度ぐらい回したいんで、さっき言った僕のこのスタンスじゃなくちょっとこっちに入れといて、こっからこの辺狙ってるかな、この辺に向かって足をグイッ引っ張り上げる。前足でイメージでやっていて、その時に意識していることが一つあって、目線がノーズに残っちゃうと結構回転止まることが多くて、僕はこの飛んでる時は結構真下を見てることが多いです。真下が見えてちゃんとピークに90度でいれば、あと降りる90度は結構簡単に返せるんだけども、この時も一つ重要な点があって、真下を見ながら返してあげないと背中側に引っ張られて、板が着地の時にこっちから来てレギュラーのバックサイド180して着地の時に足がこういう風になっちゃう。なので僕はこっちから来たら180、90度ここにして返す時にちょっと前を差しながら、前にノーズをうっすら軸にしながら、そうするとこうドライブも効かせられるっていうのと、あと降りる時の軸がここに、この飛んでる時はピーク真ん中でいいんだけど、降りる時に軸をこっちにしてあげることによってスタンスがなんかずれづらいんだよね。このこういう風にならない、こういう感じ。なんでこうなるのか僕も分かんないんだけど、
そうすると結構着地の時に僕はいいスタンスで乗れるんで、そこを意識してやってます。あとは上半身をしっかり回してあげるっていうのが大事かな。上半身回さないで回そうとすると結構腰が辛い感じになって、プラス180度回すっていうことが難しくなってくると思うから、しっかりと180してやる。あとは飛ぶときにちゃんと軸が崩れないことと猫背っていうのは結構大事かな。腰が折れるんじゃなく猫背なので、まあ背中側に引っ張られちゃうって人は猫背にしてみるといいと思うし、板が背中に飛んでっちゃうって人はこの叩いてるところしゃくり方しゃくっちゃってるから、大体でプラスこっちの足も多分深くてつま先が立っちゃってこうやって回ることが多いと思うんで、少しそれを解消するために足を引いてやってあげるのがいいんじゃないかな。はい。